視聴者の皆様、こんにちは。今回は非常識な自己中一致がとんでも行動をしたスレを2本紹介。まずは1本目。突然なんですけど、私の話を聞いてください。暇つぶしに聞いてやってもいいよ。ワイらでも役に立つことあるんかな？まあまあ、試しに話してみてよ。激動の就活を戦い、私は第一志望の会社へ就職が決まりました。しかも某大手企業、同級生の中でも割と早く内定をもらいました。私の未来は限りなく明るいわけですね。オイラはブラックで、引きこもりになったから、思い出すだけで辛い。就活とか内定とか、バリバリ社会に貢献する行為は、Y には縁がない。大学へ入った理由も、学歴があればレベルの高い会社へ入れるという、算段がありました。大学の4年間で自分の生涯の仕事が見つかると、思っていたのですが、全く定まらずに就活が始まったのです。私は成績も割と良く、大学もそこそこ名の知れた大学ですから、雇用側からしても条件的には良かったはずです。学歴マウントならうちの勝ち。うちは日本最高峰の大学出て、家も金持ちのロイヤルニートだからな。昔に比べて女性も大学進学する人増えてるな。Fランクでも就職には有利なのか？そこで私は一つの目標を掲げました。キャリアウーマンになる。今は女性の社会的活躍が受け入れられる時代。私もキャリアウーマンとして、大きな仕事を任され、バリバリさばいていく。そうして一目置かれる存在になりたい。いずれは雑誌などの媒体で紹介され有名になる、私ならできるという自信しかありませんでした。いるよねー、こういう根拠のない自信か。一番立ちが悪いんだよな、自己肯定感が高いやつ。某大手企業に入社して、キャリアウーマンになるって、張り切るのは分かった。でも、そこから何か最悪なことが起こったんだよね。そのあたりを聞きたいんだよ。自慢とかマウントとかはうちらには退屈。まず、一致の自己紹介から詳しく教えて。私は23歳。普通の一般的な家庭で育ちました。父は会社員、母はパートをしたりしなかったり。まあ、一人っ子なので、習い事もたくさんさせてもらいました。高2の時から大学受験を意識し始めて、有名な塾にも通わせてもらい、東京六大学を目指しました。結局、東京六大学は落ちまして、滑り止めで合格した大学に入学。そこそこ名前は知られている大学だったので、一浪するよりは現実的かなと。普通の一般的な家庭なのかな？裕福な方じゃね？もっと苦労している人も結構いるぞ。奨学金で大学行って、バイトに明け暮れて、結局勉強する時間がないとか。一致が言うように、一人っ子だから、お金かけて育てられたとはいも思う。母親のパートっていうのも、侮れないよ。頑張れば月15とか稼げるからね。私は小さい頃から、将来なりたい職業がありませんでした。そのことで両親は悩んだ時もあったそう。でも高2で大学、短大、専門学校へ進学するか、就職するかの選択に迫られた時、私は一応将来の夢を考えてはみました。でも、思いつかなかったので、とりあえず大学へ進学してから考えようと、まず塾へ通い出したわけです。そこで目標を高く掲げ、東京六大学を目指しました。有名大学へ入れば可能性が広くなるし、学歴って最強だし裏切りませんよね。大学へ進学しようって決めて、塾で勉強して、7日寄った大学合格って、軽い自慢っすよね。私は将来なりたいものはないけど、万が一の場合のために大学へ進学しようって、完全に保険かけてるよね。周りとは違う自分、褒められる自分を、目指してるってことでオッケー？大学生活は充実していました。大学に合格することだけで満足して、大学始まったら遊びほうける学生もいますからね。そんな中、私は単位も落とさず、欠席もあまりしませんでした。でも、周りからガリ勉って思われたくなくて、サークルにも入り、友達と遊ぶことも楽しみました。週に2日バイトもしてお金も確保。絵に描いたような女子大学生だったわけです。リア充アピールオツ。一致とは一生友達になれないな。人生思い通りで楽勝とでも思ってるんだろう。神様は不平等なのか平等なのか、一致のその後が加工していくことを願う。おっと、性格悪いのが出ちゃってる。確かに私はイージーライフだったかもしれません。就活も3社受けて、3社とも採用。その中で第一志望の大手企業を選ぶ立場、向かうとこ的なしって感じでしたね。バブル到来か？単に人手不足なんじゃね？大手企業でもブラックの可能性もあるからな。この時の私は自信にみなぎっていました。自分が失敗するはずない。若さとやる気があれば何でもできる。目指すのはキャリアウーマン。女性でもキャリアがあれば上に行ける。何十人もの部下を持ち、仕事も華麗にさばき、できる女として有名になり、颯爽と歩く自分しか想像していませんでした。ただの OL でいいと甘んじていたら、男からいいように使われるだけで、腰掛けでいいやって人もいるんですよ。そういうイメージを払拭したい。
女の、いや私の時代が来ている。選挙の街頭演説か何か？女が活躍するのは全然いいけど、一致に何ができるわけ？新入社員で志が高いのはいいけど、このテンションが長く続くわけない。もうちょっと社会に揉まれて、現実知るといいよ。そして入社日を迎えました。私は今日から始まるであろう日々に、胸を弾ませ、心躍らせていました。私にとって第二の人生のスタートです。入社式を終え、各部署に配属されました。私は企画部に配属。部内は活気に満ち溢れています。正直ワクワクしました。これが会社か、と何もかもが新鮮。テレビでしか見たことのない、おしゃれなオフィスそのままで、テンションもモチベも上がりました。ドラマで見る会社物語と、現実は違うことを、思い知るよ。綺麗な部分しか今は見えてないからね。本当の地獄はここから。ブラックは最初はよく見せるのが上等句。企画部に配属された新入社員は、私を入れて3人。他2人は男子です。私の教育係は英子先輩が担当してくれます。この日は英子先輩から、部内の上司、先輩方の、名前の紹介や、トイレや給湯室などの場所を、案内してもらいました。あとはおいおい覚えていってと、なんだかやる気のなさそうなところが、引っかかりました。私は企画部を自ら志願していたわけではありません。企画部に入りたいという社員は、かなり多いということを初めて知ったのです。いわば会社の花形の部署なわけですから、多分、採用担当の方が私に可能性を感じ、期待してくれてるんだと素直に受け入れました。まあ、一致には適してると思ったのは、確かかもな。だって一致は張り切りすぎてて、何かやってくれそうって人事も勘違いしてる。人事も適当な仕事してんな。一致なんて一番すぐ辞めそうな感じするけどな。先輩からいじめられたり、仕事をミスったりして、すぐにメンタルやられるんじゃね？今までイージーモードで挫折を知らないからな。英子先輩がそっけないので、自分の方からガンガン行かなきゃって気づき、私は即行動しました。部内にいる上司、先輩方一人一人に、挨拶して回ったのです。一致です。何か大きい仕事がありましたら、ぜひお声掛けください。必ず役に立ちます。どうせなら大きい仕事を成功させて、キャリアアップしたいじゃないですか。自らアピールすることで、やる気を買ってもらいたいですし、仕事が入ってきたら真っ先に思いつく人材でいたい。それにはまず名前を覚えてもらわないとですよね。張り切り、押し売り、普通にうざいわ。逆効果なんだよ、一致のアピールは。花形の企画部なんて精鋭揃いだろ。何も経験値もない一致なんて、誰も用なしだ。スレミンはひもて陰キャで、ネガティブ思考な人ばかりですね。私には未来が見えるんです。そこにはバリキャリで部下を携えた、自分が見えます。私にとってはもう上司も先輩も、すでにライバルなんです。上に上がるためには情など持たず、たとえ先輩であっても切り捨てる覚悟がなければ、成功はありません。小さな仕事を一つ一つこなしていって、経験を積み上げていくには、果てしない時間がかかります。私はそんな面倒くさいステップは踏みません。最短で成り上がりたいんです。どんだけ自分に自信があんの？一致の最終目標は社長ってこと？チャンスをつかむには部署の動きを把握すること。電話がかかってきた先輩がいたら、どちらからの電話ですか？どんな内容ですか？私にも仕事振ってください。と言って回りました。私が自席に座っていても、まだ新人ですから、電話はかかってきませんし。だから先輩方の取引先をくまなく把握したいのです。どこにチャンスが転がってるか、わからないじゃないですか。マジでうざ。一致にだけは頼みたくないわ。英子先輩が私に、そんなに仕事をしたいのなら頼んでいい？市場リサーチをしてほしいんだけど。と言ってきました。ある企画案が出ているが、ターゲットになる層をリサーチしろということ。はぁ？って思いましたよ。だって、こんな誰でもできる仕事を、なんで私がしなくちゃいけないんですか。雑用を押し付けてくるなんて心外です。リサーチじゃなくて、大きな企画に携わりたいんですけど。問いささか半切れ気味で返すと、英子先輩は苦笑してじゃあいいわと、諦めた様子。先輩って言っても、昨年入社のペイペイ。もっと上の方を狙った方が話は早い気がします。入社1日で人を見定めて区別するとか、お前何様なん？一致があと何日で辞めるか賭けする？みんなすぐ辞めるに賭けるから勝負にならない。辞めるというより辞めさせられるが正解。初日は何の成果もなく終了。でも私の認知度は上がったはずです。次の日から新人研修が始まりました。午前中は新入社員全員で、マナーの DVD を見て、人事の方が長々と話して終了。午後からは企画部に行き、昨日同様仕事をするという流れです。会議があるから、資料用意するの手伝って。来る早々英子先輩が私に指示を出しました。昨日もリサーチ頼んだり、
今日も資料用意しろだなんて、一体私のことなんだと思ってるのでしょう。そんな小学生でもやれる仕事頼むなって。しかも昇進に関わるような大きな仕事でもないのに、やる気なんて起こるわけないです。今、成功している人が、今の地位になるまでのプロセス聞いてみたら、みんな小さなことからコツコツ始めたんだ。嫌な仕事や周りからの攻撃に耐えたからこそ、今の成功がある。すべてすっ飛ばしてキャリアウーマンになるとか、最初から無理ゲー。そんなに大きい仕事がしたいなら、いっそ自分で起業すればよくね。組織の中にそぐわないと思うぞ。私の不満そうな顔を見て、A 子先輩はあっさりと、一人でやれるからいいわと言って席を立ちました。A 子先輩じゃ話にならないと思い、もう少しベテランな B 太先輩に声をかけたんです。私も企画考えてみたいんですけどいいですか？ B 太先輩は怪訝な顔を向けて。考えてもいいと思うけど、まずは企画のいろはから A 子さんに教えてもらって、それを少しずつ覚えていくのじゃダメなの？企画部だからって企画を考えるだけの部署じゃないし、一致さんはちょっと急ぎすぎじゃない？ B 太先輩もとことん使えない。B 太先輩は前回のコンペで優勝した企画を、見事成功させた人だったから聞いたのに。B 太先輩優しいじゃん。普通ならこんな生意気な新入社員、キレていいところだよ。A 子先輩も B 太先輩も、いや企画部全体が、一致の性格見抜いて、すでに諦めモードなんじゃね？一致に何言っても無駄だから相手にするなって、なんなら社員全員に共有しているかもよ。こうなったら最終兵器。私は直接部長へ直談判しました。部長は顔も上げず、じゃあやってみて。とあっさり答えたんです。私はガッツポーズをして自席に戻りました。企画書の作り方なんて、A 子先輩に教わらなくても、ネットで検索すればいいだけの話。でも、肝心な企画が思い浮かばないのです。私はお昼休みを利用して、社員食堂で同期二人に声をかけました。ねえ、いい企画持ってない？二人は嘲笑して。いくちさん、すでに企画部内で有名になってるよ。昨日、一人一人に売り込んだ会がありました。まずはビジネスマナーからじゃない？そう言われ、私は男のくせに、向上心がないなと呆れました。こんなんだから結婚したいと思う女性が、減るんですよね。世の中はすでに女性一人でも、生き抜く力をつけてる女性が増えています。結婚のメリットがないと感じているわけです。同期の男子、的確すぎて草。アドバイスがストレートすぎて、将来が楽しみだ。何でもかんでも男だから、女だからっていう思考が、遅れてることに一致は気づいてないんだろうな。入社して3日目。今日も午前中は新人研修で、またクソ長い DVD を見るだけです。時間の無駄だと思ったので、私は新人研修には行かず、企画部へ出社しました。企画のヒントを探すために、また先輩方の席を回ります。先輩方がストックしている資料が、参考になると思ったので、先輩方が席を外すタイミングを伺いました。でも、すぐに気づかれてシシシという仕草を、されたんですよ。私の手柄になるのが嫌なんでしょうね。とにかく私は早く出世して、キャリアウーマンとしてバリバリ仕事がしたい。私の部下になった先輩方には、市場リサーチくらいはさせてあげましょう。夢を見るのは悪くないけど、その自信はどこから来るわけ？キャリアウーマンに憧れてるただの無能。小屋首へのカウントダウン始まってる。私は会社の歴史を塗り替えるほどの企画を実現し、キャリアウーマンとして、会社を代表するような女性になりたいのです。普通の家庭環境、普通の学歴、普通に生きてきたただの小娘の、大楽天ストーリーを作り上げたい。私は先輩方の様子を伺いながら、吸収できることを余すことなく、観察しました。そして、企画を考えるためにネットとにらめっこ。周りからしたら、暇そうにネットサーフィンしていると思えたかも。でも、これは私の中では立派な仕事です。この日、終了間際に人事部へ呼ばれました。何のことで呼ばれたのか、全く見当がつきません。私の働きぶりを評価されて、入社3日で昇進とか、そんな神展開希望。私は元気よく人事部部長室へ入っていきました。いくちさん、企画部は君に合わないようだね。いっちさんは明日から、地方支店へ移動してもらいます。お？来た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 。思ったより早かったな。入社わずか3日で地方支店へ左遷。一致は伝説になるかも。これぞ本物の神展開。待ってください。私が何か問題でも、会社の損失になるようなこと、しておりません。自分でわかっていないの？これはせめてもの運情だと理解してほしいが。何が起こっているのかわかりませんでした。企画を出せなかったから？でも昨日の今日で何ができるのか？もっと積極的に仕事に取り組みます。先輩にももっとアプローチして、完璧な企画をあげます。ですから移動は考え直してください。たった3日で、ここまで苦情が出た社員は、初めてでね。こちらとしては、最後の優しさのつもりです。では、クビと移動とどちらがいいですか？私にとっては究極の選択でした。
確かに就活がトントン拍子に進み、こんな大企業の企画部に配属されました。だからこそ会社のネームバリューに、見合う社員でいたい。大企業でキャリアウーマンになれば、敵なし、怖いものなしのチート名誉が、手に入ります。それに憧れ、目標にしたことの、何がいけないのか。私は少なくとも会社に貢献したかった。会社をもっと有名に大きくしたかっただけなんです。一致のやったことは会社の恥。クビにならないだけマシだろ。どんだけ飛躍してんだよ。キャリアウーマンって言葉を盾にして、だいぶ暴論吐いてる。キャリアウーマンはその言葉通り、キャリアを積んだからなれるもの。はしょりすぎなんだよ。会社側も後悔してるだろうな。なんで一致を採用したんだって。まあ、いきなり大手企業の花形の企画部に、配属されて調子に乗っちゃったけ？本社へ戻れることはありますか？一致さん次第ですね。ここで辞めてしまったら、すべてが終わってしまいます。新入社員だから運よく採用されただけ。これが中途採用なら、私は確実に落ちていたでしょう。それなら地方支店で成功してみせよう。そうしたら会社も私を認めて、ぜひ本社に戻ってきてくれと懇願する。ものは考えよう。これはある意味チャンスなのかもしれない。これだけは言っておきます。一致さんは今の時点でイエローカードです。あともう一回やらかしたら、その時は容赦しません。一致にとっては初めての試練か？ここを乗り越えれば成長できる、なんてこと言わないよ、ワイは。だって思考が全てキャリアウーマンだから、一生気づかないまま終わるよ。まあ、ポジティブなのは唯一褒めてやる。わかりました。地方支店へ参ります。こういう得意な出来事も、私のキャリアの中にあっても、いいだろうと思うようにしました。もしかしたら、私は特別なのかも？入社3日目で地方支店へ移動なんて、なかなかない経験。会社では初の事例かと思います。もしかして私は100年に一度の奇跡の新入社員。うぬぼれもここまですごいと、逆にすがすがしい。それにしても自画自賛がすぎるなぁ。100年に一度。確かに入社3日目は最速すぎてギネス乗るかも。鈍感な人ほど幸せなんだって。私は私なりに傷ついてますよ。さすがに入社3日目で移動なんてへこむでしょ。でも、ポジティブ思考に切り替えないと、現実を受け止めきれませんよ。キャリアウーマンになると決めた日から、私は強い信念を持ちました。女性がリーダーになって、女性が働きやすい環境を作るべく、動いているのは周知なことだと思います。生理、結婚、出産、散々議論されてきて、昔より断然理解が深まっていますよね。それだけでなく、通勤電車の期間だったり、ハイヒール着用の問題など、まだまだ課題はあります。今度はスケール感がでかくなった。政治家向きじゃね？メンタル強すぎだし。何がそこまで一致を動かしたのかね？至って普通の家庭に育ってきたのに、突然変異でもしたんか？私は自立した女性になりたいんです。結婚してもしなくても、仕事を持っていることは、生きてる糧となり、世の中のためになります。私は人から必要とされたいんです。なんとなく見えてきたぞ。要は一致は自分の母親見たくなりたくないんだね。正社員じゃなくパートをいくつかやっている母親は、一人で生きていくほどの強さも覚悟もお金もない。オイラの母親世代はそういうパターン多くね。気づかないうちに一致は母親を、反面教師にしていたのかもな。スレミンは好き勝手言いますけど、私は地方支店で頑張るしかありません。たった3日で言える言葉じゃないですけど、心機一転と考えます。すがすがしい気持ちで一致はスレを出ていきました。地方支店でうまくいくといいですね。それから2ヶ月後、一致の記憶も薄れつつある中、一致が再びスレに現れました。皆さん覚えていますか？どうしても続きを聞いてほしくて来ました。覚えてるよ、強烈な内容だったからね。あの後、地方支店に移動して、今も頑張ってるのか？あの後すぐ、地方支店での生活が始まりました。ずっと実家暮らしだったので、一人暮らしに不安と期待を抱きつつ、地方だったので、不便な生活を強いられて、ホームシックにも見舞われました。土地にも仕事にも、なかなか慣れず、私の思い描いていたような日々は遅れずにいました。それでも結果を出して、早く認められるように、頑張ったのですが、空回りばかり。新入社員が異例の移動をしてきて、支店の社員さんも、私とどう接していいのか、わからない様子でした。そりゃあ、腫れ物に触るような気持ちでしょ。本社でもそうだったけど、空気が読めなくて、一人浮いてるんだろうな。それでいて一致は悪あがきするから、余計に困惑するよ。私はもがいていました。ここで活躍しなくちゃって、新入社員とか関係なく、自分の提案や意見を、はっきり発言しましたけど、本社の時と何ら変わらず、支店の人たちも覇気がなく、向上心もないように見えました。このままじゃいつまで経っても、本社に戻れそうにありません。だから焦っていたというのが本音です。1ヶ月以上経っても何も進まず、変わらず、私はますます孤立していきました。自分がいる意味はあるのかと、自問自答する日々。
これ以上は無理だと、私は自ら退職したんです。やめたって、結構最後はあっさりだな。今日はいい天気ですね、くらい軽い。たった1ヶ月で諦めるんなら、たとえ本社に戻ったとしても続かなかったよ。何でもかんでも周りのせいにしてちゃ、ダメだってこと。周りは変わらない、自分が変わるしかないんだから。一人暮らしも始めたばかりで、家具、家電も買い揃えたので、当分こっちで生活しなければなりません。そうして再び就活を始めました。自分が生きていくために、妥協して再就職先を決めるしかありません。もう一度返り咲くために、キャリアウーマンになるために、ある程度のポジションを狙っています。でも、周りのモチベが低く、競争心も闘争心も持っていないんです。ただ決められた仕事を、決められた時間で行う。そういう流れ作業で満足している様子。どうしてもっと上を目指さないのか、本当に不思議でなりません。私のように野心を持っている人は、きっとこの会社は合わない、ここでは叶えられない。そう思ってしまうので、私は今転職を繰り返しています。いかに私にマッチングする、私のバイタリティを活かせる会社に、いつか出会えると信じています。一致は周りに合わせられないのか？自己主張ばかり強すぎて、このまま一生合う会社なんて見つからないよ。キャリアウーマンを連呼してるけど、案外結婚したら家庭に入るタイプかも。要は何か一つ集中して夢中になれるものが欲しい、そういうシンプルな話じゃない？自分の好きなことを、仕事にできている人はどれくらいいるのでしょう？どんな小さな仕事でも、それを必要とし、助かる人がいる限り、無駄な仕事など一つもありません。目に見えるものが全てでないことも、一致には教訓にしてほしいです。成功している人は成功してからしか、注目されませんが、そのプロセスにも注目したいです。皆さんは今回の報告者について、どう思いましたか？ぜひコメント欄で教えてください。2本目は、ママ友とバーベキューをしたら大恥をかかされた、と嘆く一致のお話です。それではご覧ください。突然なんですけど、私の話を聞いてください。この間、ママ友たちとおしゃれなバーベキューをしたんです。私が幹事で、準備とか頑張ったのに、その日からママ友のグループを外されてしまいました。すごく失礼だと思いませんか？ちょっとそれはひどいな。そんなママ友グループこっちから願い下げだ。とりあえず、何があったのか詳しく聞かせてよ。はい。私は35歳の主婦です。小学3年生の息子がいます。今回のママ友グループは息子が小学校に入学してきた時からの付き合いです。というのは、夫の転勤と息子の入学に合わせてこっちに引っ越してきたので、ママ友作りも一からだったんです。ママ友作りって聞いただけでも大変そう。子供が欲しくない理由の第一位がママ友の関係が面倒って何かで聞いたことある。本当にそうなんですよ。ただ子供同士が仲良くってだけじゃなくてどのグループに入るかで人生変わるんで。そういう感じ？思っていた以上にややこしいな。息子の小学校はちょっとセレブなママが多いんです。だからがさつな私はどのグループに入ればいいのか悩みました。そんなに深く考えること？普通に息子のお友達のママと仲良くなれば？そんなに簡単じゃないんですよ。もちろん息子の友達のママと仲良くなるのは大事。でも、息子や私がより生活しやすくママ友を作るのも大事なんです。大変だね。所詮、一時の友達関係なのに。あなた、かなりドライな考えですね。さては友達いないでしょ？まあ、いいです。それでなんとか苦労して、素敵なママ友グループの仲間に入りました。皆さんとても品が良くて、申し分ないママ友です。いちいち上から目線が気になる。私以外のママたちもそれぞれ品定めしているのでお互い様ですよ。気にしてたらキリがありません。俺男に生まれて本当に良かった。それで、そのママ友グループとトラブルがあったんだね。そうなんです。つい最近までとても仲良くしていたんですよ。私を含め、ママが5人で、子供が7人のグループでした。みんなほぼ同世代で話も合っていたんです。ただ一つ難点があって、そこには苦労しましたが、なんとか溶け込みました。何？難点って。私以外のママ友いわゆる丁寧な暮らし民族なんです。買えば済むのにいちいちお金をかけるんです。子供の洋服とか、食べ物とかに、手作りとか見栄えにやけにこだわるんですよ。最初聞いた時はびっくりしちゃいましたし、このグループではやっていけないって思ってしまいました。でも、せっかくできた意識高い系の友人ですので、なんとか私も頑張ってついていきましたよ。ママ友の中でもいろいろあるんだね。一致は手作りとか好きじゃないの？手作りのものを食べたりいただいたりするのは嫌いじゃないです。むしろ大歓迎。でも私不器用なんで、自分が作ったりするのはすごく苦手なんです。でもネットで調べたり、ママ友にちょっと教えてもらったりして、なんとか話にはついていけるように努力しました。無理するのは精神的にきついよ。無理してまでもその仲間に入りたかったの？息子さんは大丈夫？
私の調べによると、息子の学年のママ友グループは全部で5グループあります。その中でも私が入ったグループはダントツ1位の評判だったんです。他のグループは一歩間違えればモンスターペアレントの集まりでした。片や、勉強熱心なママ友グループ。もう一方は噂が大好きなグループ。最後はワーママの集まりのグループでマウント取り合うグループでした。それぞれのグループに1週間ずつお試しで入ったんですけど、一番心地よかったのが今いる丁寧な暮らしグループなんです。聞けば聞くほどママ友って面倒だな。そんなに集まるのって大事？なんか息子さんの気持ち無視してない？息子さんはそのグループに仲良しのお友達いるの？息子は社交性が高い子なので、その心配は無用です。誰とでもすぐに仲良くなれます。私に似たんですね。それは良かったね。私もなんとかこの3年間その丁寧なママグループになんとか溶け込んで頑張ってきました。月に1回は誰かしらのママ友のお家でお茶会をするんです。それぞれ手作りのお菓子を持ち寄って、あのグループにいると悪口なんて聞かないし、とても心が穏やかになりました。でもここ数年は、ご存知の通り、感染症が流行して集まることができなくなり、正直ホッとしました。ママたちご自慢の手作りお菓子が食べれなかったんだね。それはショックだな。自粛期間中は、それぞれの SNS にお手製の料理やおしゃれな手作り洋服をアップしてみんなで高め合っていました。自粛期間中も大変だな。私だったら速攻抜ける、そんなグループ。ま、一致が楽しいなら仕方ないよね。楽しいか楽しくないかと言ったら楽しくないです。でもここで耐えないと、その後がもっと面倒なので、もし抜けたとしてもまた他のグループに入るのって相当大変ですよね。もう入学してから3年も経ちますし。今更他のグループに入れないですよ。大人にもなってまで、ママ友問題に悩まされるって本当に大変だね。話進めますね。感染症が明けて自粛ムードがなくなり、また集まるようになりました。でも、誰かの自宅に集まると密になるので、基本公園が多かったです。それに、この自粛中に、他の子供たちは習い事を始めたりして、集まり自体も少なくなってしまいました。息子は習い事をまださせてなかったのでお友達と遊べなくてつまらないって言われてどうにかしないとって思ったんですね。だから私がママ友のグループ LINE に公園でおしゃれなバーベキューをしようって声をかけたんです。今ってちょっとしたキャンプブームでしょ？確かに。自粛期間中ってなぜかキャンプは許されてた感あるよね。そう言われれば、SNS におしゃれなキャンプ飯とかよく見かけるかも。そうなんです。だから他のママたちも食いつくかなって思って、ちゃんと食いつきましたよ。それで、ママ友たちと久しぶりに集まっておしゃれなバーベキューをすることになったんです。ママ友たちは久しぶりのバーベキューだって、とてもワクワクしてました。ほら、自粛明けたと言っても、世間ではバーベキューってよく叩かれたじゃないですか？そんな時もあったね。家族で庭でバーベキューするのは許されるのに友達や友人と集まると一斉に目の色変えるよな。うちの近所でもそういう風潮だったね。もういいじゃんね。誰とバーベキューしようが。ほんと、そこなんですよね。ママ友って周りの目が気になるし、もし自分が声をかけてトラブルあったりしたらって考えて、なかなか声をかけれないんですよね。だから、今回は私がママ友のために声をかけてバーベキューをすることになったんです。ママ友のグループ LINE はずっと計画の話でしたよ。誰が何を用意する？みたいな。それで、一家族、予算5000円で、料理を持ち寄ろうってなったんです。5000円だったら、そんなにきつい額じゃないし、ナイスアイデアだね。ありがとうございます。本当は、飲み物係とか野菜係とか役割を決めたかったんですけど、ママ友はみんな、自分の腕を自慢したいらしくそれぞれ持ち寄りになりました。でも、私にとってバーベキューって肉を焼かないと始まらないんで、肉係がどうしても欲しかったんです。なので自分で私、お肉係やるよってみんなに言ったんですね。そしたら他のママたちがそれじゃあ5000円じゃ足りないよって言ってくれて、他の4家族が私に1500円ずつペイペイで送金してくれたんです。それでも足りるの？大人と子供入れて12人だっけ？ 11,000円で肉準備できる？普通のスーパーの肉とか食べてくれないんじゃない？ちょっとセレブなママたちなんでしょ？でも、私の肉だけじゃなくて、他のママの手作りな料理もたくさんあるんで、そんなこんなで、この間、無事にバーベキューが終わったんですけど、他のママと連絡が取れなくて、小学校のお迎えの時に声をかけようとしたらママたちよそよそしくて、ひどいと思いません？私漢字頑張ったのに。なんか一致やらかしたんじゃない？バーベキューで気がついたこと教えてよ。何もやらかしてませんよ。至って普通のバーベキューでしたよ。私以外のママたちはこぞっておしゃれな手作り惣菜を持ってきてましたね。お花とか添えたりして、本当に華やかでしたよ。子供たちが喜びそうな可愛いクッキーを焼いてきたママもいました。あるママは手作り梅シロップを持ってきてお水とかソーダで割って飲みました。
飲み物は他に、手作りジンジャーエールとか自家焙煎したコーヒー豆、ハーブティーとかありましたね。本当にどれも美味しくて、お腹いっぱいになりましたよ。めちゃくちゃ意識高いバーベキューだね。リッチはどんないい肉を持って行ったの？我が家で冷凍マンモス化された肉と、前の晩にスーパーで買ったお肉です。値引きシールが貼ってあって、すごく安上がりでした。あと、我が家の冷蔵庫にあった期限が1ヶ月切れた焼肉のタレです。それから、夫の晩酌用の口の開いた焼酎のパックボトルです。うわ、冗談でしょ？レベルが違いすぎる、リッチの冷蔵庫の整理じゃん。言われてみればそうかもしれませんね。あ、あと、義母が先週持ってきた肉じゃがも持っていきました。おかげで冷蔵庫も冷凍庫もすっきりです。スーパーの値引きシールのついた肉かよ。でも、もしかして量がすごいとか？大人数だからたくさん買えばそこそこ値段するよね。いえ、大きいパック2つしか値札シール貼ってなくて2つしか買えませんでした。で、そのお肉、合わせていくらだったの？4000円くらいですね。とてもお得なお買い物でした。残りの7000円は何を買ったの？何も買ってませんけど。なんで？一致の予算、11000円だよね。全部使い切らなくちゃ。え？意味わからないんですけど。なんで使い切らないといけないんですか？私のお金ですよね。何に使おうか私の勝手ですよね。余計なお世話です。でも他のママたちは予算分ちゃんと使っているよね。話聞いてると結構持ち出しあると思うよ。でも、それってママ友たちの勝手ですよね。予算5000円とは言いましたけど、5000円使い切れって私一言も言ってませんよ。予算5000円って、5000円以内に収めましょうって意味でしょ。5000円をどう使おうか私の勝手でしょ。せめて、ママ友たちからカンパされた6000円を使い切るぐらいしないと。そうだよ。それかママ友にお金返しなよ。なんで返さないといけないんですか？ママ友が勝手にくれたんですよ。人の行為を無下にはできません。それに私は漢字です。漢字は少し多めに集金できるんですよ。はい、一致、基地決定、クイーンオブ基地。ちょっと失礼ですよ。勝手に基地呼ばわりしないでください。本当に漢字は大変なんですから。具体的に漢字の仕事、何したの？主に日程調整と場所選びですね。日程調整は大変だね。場所って予約したの？いえ、皆の公園ですから。予約なんて必要ありませんよ。じゃあ、早く行って場所取りとか？それは公園に一番近いママ友にお願いしました。お皿とか用意したとか？それは各自で持ち寄りです。じゃあ、子供たちの遊ぶおもちゃを用意したとか？ゲームを考えたりとか？公園ですよ。遊ぶものはいっぱいあるので何も用意していませんけど。日程調整で結構揉めて大変だったとか？いいえ。だって、ママたちは休日は休みだし、私の都合を考えて日程をあらかじめ決めました。特に揉めてません。一致の感じの仕事楽すぎ。単なる言い出しっぺじゃん。でも、グループラインを仕切ったりとか色々大変でしたよ。あ、すみません。今来客が見えたので、対応してきますね。ちょっと失礼します。スレミンが一致の基地っぷりに唖然としている中、一旦スレを抜けた一致でした。でもその来客者を聞いて、スレミンは一致の基地っぷりに言葉を失うのでした。戻りました。あ、疲れた。おかえり一致。長かったね。一週間ぶり？大丈夫？あの後、例のママ友グループの一人とご主人が見えて、言いがかりをつけられました。なんだか、私が用意した肉を食べて、お子さんが体調崩して入院したそうなんです。なんで私のせいになるんですか？冷凍マンモス肉を食べたからだろ。あと値引きシールのついた肉な。肉なんて火を通せば大丈夫ですよ。それに私が持って行った肉じゃなくても、その後追加した肉かもしれないじゃないですか。あ、なんだ一致、ちゃんとお肉追加してたじゃん。ごめんね、さっきはきついこと言って。私が追加したんじゃありませんよ。だって私、お酒飲んじゃったし、車で来てないし、最寄りのスーパーまで遠いんで、他のママにお願いしたんです。きっとその時のお肉ですよね。え？一致お酒飲んだの？はい、だって、主人の焼酎持って行ったんで、私以外のママは車で来ていたんで飲めなかったみたいで、一人で堪能しました。ママ友手作りの梅シロップと割って飲んだら止まらなくなって。ここ最近あったかいし、もしかしたら、ママ友が作った惣菜がダメだったとか？まだ、一致のお母さん手製の肉じゃがも考えられるぞ。義母の肉じゃがは開けた途端異臭が漂ったんで、車で来ていたママ友の車にそっと入れました。ほら、私バスで来たんで荷物になるの嫌なんですよ。他のママ友のお惣菜も可能性が低いですね。昨日、私の晩酌のおつまみにしましたけど問題ないですもん。晩酌のおつまみって何？お持ち帰りしたの？もちろんです。ちゃんとタッパー持参しました。他のママたちが、子供たちと遊んでいる間に持ってきたタッパーにたくさん詰めたんです。ママ友の美味しいご飯を家でも食べれるなんて感じの約束ですよね。最低やな。
義母の腐った肉じゃがを持って帰らずママ友の車に入れて自分はちゃっかりご馳走をお持ち帰りかよ。それで結局食べるものが足りなくなって、肉を焼くしかなくて、他のママに買いに行かせたの？仕方ないじゃないですか。私、車で来てないし、お酒飲んでいるし。そもそもお酒飲むなよ。他のママは飲んでいないんだから。それは私の勝手でしょ。私は車で来ていないので、何を飲んでも自由です。本当は他のママの車に乗せてもらおうとお願いしたんですけど、断られました。帰りもお願いしたけど断られたので、頭に来てみんなの前でタクシーを拾いました。あ、その時の代金がちょうど2000円だったので、ちゃんとママ友たちのお金、使い切りましたよ。誰ですか？私にお金返せって言った人、謝ってください。結局は一致が得しただけじゃん。私は謝らないぞ。何度も言いますが、予算の使い方は人それぞれです。私はやりくり上手なので、予算内に収まったってだけです。私は幹事という大役を果たしたので、ちょっとぐらい料理を持ち帰ってもいいと思います。お酒だって、自分で持ってきたお酒ですから誰にも文句言わせません。文句がある人はどうぞ。うちに来たママ友の息子さん以外にも何人か体調を崩したそうですが、私のせいじゃありません。現にうちの子は元気ですよ。普段から凝った料理しか食べさせてないから体が弱くなるんですよ。あんな疲れるママ友グループ、こっちから願い下げです。我が家に突してきたママとご主人は私が治療費を支払わないなら訴えるって言ってきました。望むところです。私もママ友に搾取されて仲間外れにされたって訴えますから。そもそも、なんで一致3年とはいえ、そんな合わないグループにいたの？今回だけじゃなくても、普段からママたちは手作りのものを持ち寄ってたんだよね。確かに。一致の話を聞くと、とても一致が器用には思えない。ちゃんとママ友たちの会話についていけてたの？その辺はなんとかなりましたよ。意外とちょろいです。料理とかは手作りっぽいものを買って詰め替えれば、それっぽく見えるし、子供の洋服も手作りを売買しているサイトで買えばいいし、あとはひたすら他のママたちのことを褒めていればなんとかその場はしのげます。そこまでしてママ友って必要なのか？あ、正論かました。皆さんはママ友がどんなに大事かわかっていませんね。今どんなグループに属するかで将来が変わってくるんです。それは何度か聞いたけど、やっぱそのグループ、一致とは合わないよ。抜けられてよかったんじゃないの？そうかもしれませんね。でも今からママ友グループ変えるの面倒ですね。でも、そろそろ潮時かなって思ってます。実は、もう一つ狙っているグループがあるんです。今からちょっと自然に顔出してみようかなって思ってて。なので、またまた一旦抜けますね。すみません。ママ友作りって忙しいんです。こうしてまた一致は勝手にスレを抜けました。戻ってきたのは3日後。さて、一致に明るい未来は訪れるのでしょうか。どうしましょう。本当に最悪です。おかえり。どう？新しいグループとうまくやれてる？どこのグループにも入れませんでした。今孤立してます。だろうね。ま、詳しく話しなよ。私が次に目星をつけたグループが通称噂話式グループでした。噂や人の悪口が常に飛び交っているグループです。意識高い系グループよりかそっちの方が一致に合ってそう。私もそう思っていました。一応過去に1週間いたグループなので自然に仲間に入れると思っていたんです。でもそのグループにはすでに私の悪口や噂で盛り上がっておりました。ママ友とのバーベキューの一件で私が悪者にされてて。まあバーベキューの時は一致が悪いからな。確実に噂式ママ友グループが他のグループにも吹聴していて、どのグループにも入れませんでした。だから、仕方ないから今までの意識高い系グループにとどまることにしたんです。でも未だにグループラインは動いてないし、誰も私の口を聞いてくれません。そして、一番ショックだったのが、さっき学校から帰ってきた息子に言われたんです。この前の日曜日、いつものメンバーでお泊まり会をしたんだって。僕も参加したいって言ったら、ママ抜きならいいよって言われた。ママは絶対に来ないでねって、ひどすぎませんか？てっきりグループ解体したと思ったら、私抜きでちゃんと集まっていたんです。しかも、はっきり私抜きなら息子と遊ぶって、あんまりです。だって、一致が参加したら、食べ物持っていかれるし食中毒になるからね。ママたちは子供たちの命を守らないといけないからね。だからって息子だけってずるくないですか？いや、むしろ感心したよ。息子まで仲間外れにしたらやりすぎって思うけどね。そうだね。ママ友のトラブルに子供は別って考えてくれてよかったね、一致。悪いママ友たちじゃないから、しばらくは一致はおとなしくしていなよ。そしたら、私がつまらないじゃないですか。大丈夫だよ。近々ママ友とそのご主人から訴訟の案内が来ると思うし、今以上に忙しくなるんじゃない？だから、なんで私は何も悪くないのに訴えられるんですか？ちょっと誰か答えて。こうして一致の思いは誰にも理解されずこのスレは最後となりました。皆さんは今回の報告者についてどう思いましたか？
ぜひコメント欄で教えてください。